サンビセンテミサキの海戦。サンビセンテミサキの海戦。サンビセンテミサキの海戦は、1797年2月14日、ジョン・ジャービス提督指揮下のグレートブリテン王国、イギリス艦隊が、ポルトガルのサンビセンテミサキ、スペイン語では、サンビセンテと呼ぶのを置き合いにおいて、ホセレコルドバ提督の率いる優勢なスペイン艦隊を破った戦い。イギリス及び、 ポルトガルに対する1796年10月のスペインの戦線復刻は地中海におけるイギリスの立場を危機に陥らせた。38隻の戦列艦を持つフランススペイン連合艦隊は15隻の戦列艦しかないイギリスの地中海艦隊を大きく凌駕しており、イギリスはまずコルシカ島、そしてエルバ島からも撤退を余儀なくされた。 1797年初め27隻の戦列艦からなるスペイン艦隊はブレストのフランス艦隊と合流すべく地中海のカルタヘナにあった。そして近隣の精錬のために必要な水銀を積んだ57隻の商船の船団を森して大西洋岸のカディスに向かおうとしていた。ドンホセデコルドバとスペイン艦隊は2月1日にカルタヘナを立った。 彼らはジブラルタルとカディスの途中でラバンテと呼ばれる激しい東風に見舞われ意図したよりも遠く大西洋に吹き流されてしまった風が弱まるのを待って艦隊はカディスへの航路を再びたどり始めた一方イギリスの地中海艦隊はジャービス帝徳のもとスペイン艦隊を補足すべく10隻の戦列艦で他ホ・リスボンから出航した2月6日に ジャービスはサンビセンテミサキ沖でウィリアム・パーカー少将が指揮する海峡艦隊からの増援の戦列艦号席と合流した。2月11日、イギリスのホレーショ・ネルソン大将が指揮するフリゲートミナーバはスペイン艦隊と遭遇したが濃い霧に紛れて発見を免れた。ネルソンは2月13日にスペイン沖の15隻のイギリス艦隊に合流して、 機関、ビクトリーに座上する、ジャービス司令官に、スペイン艦隊の位置を報告した。敵艦隊の勢力を知らないまま引く霧の中で、ネルソンは、敵艦の数を数えることができなかった。それを補足すべく、ジャービスの艦隊は、行動を開始した。大西洋の沖合に押し流されたスペイン艦隊は、2月13日には、イギリス艦隊の近くまで来ていた。14日、未明。 ジャービスは、スペイン艦隊が風上三十五マイルにあることを知った。夜明け前、イギリス艦隊が待ち構えていた音が聞こえてきた。霧の中で信号のために発射するスペイン艦の方の音である。午前二時五十分、スペイン艦隊との距離が約十五マイルという報告が来た。早朝午前五時三十分、軍艦ナイジャーは彼らが間近に迫っていると報告した。 夜明けが訪れたが、2月の朝は寒く、霧に閉ざされていた。明るくなって、ジャービスは周囲に、自分の艦隊が二つの戦列を成しているのを、確認した。彼は、帰還、ビクトリーの完備甲板で士官に向かって、イングランドの命運はこの戦いの勝利にかか、いる。A ビクトリー e イングランド is very essential at this moment と宣言した。ジャービスは艦隊に、 たるべき行動に備えるよう命令した。軍艦、カローデンのトーマス・トラウブリッジ艦長は先頭にいた。午前6時30分、カローデンは敵艦の方が5つ、南東に見えると信号した。それを受けて、ブレニムとプリンス・ジョージがスペイン艦隊の方へ回答した。ジャービスは彼が直面していた艦隊の規模の差を全く知らなかった。スペイン艦隊が霧から現れる様を、 バーフラーの信号士官は、霧の中からのような巨大なものが迫ってくると述べた。夜が明けた時、ジャービスの艦隊は、スペイン艦隊に戦いを挑める、高位置にあった。ビクトリーの完備甲板で、ジャービスとカルダー艦長、ハロウェル艦長は敵艦を数えた。その時初めて、ジャービスは、敵艦隊がほぼ2倍の勢力であることと知った。戦いを避けるのは至難であったし、 敵艦隊がフランス艦隊と合同したら今よりさらに悪い状態になるだけだった。チャービスはこのまま戦闘に突入することを決断した。明るくなるに従い、スペイン艦隊が緩やかな二つの戦列、風上側がおよそ十八隻、イギリス艦隊に近い方がおよそ九隻を作っていることが見て取れた。午前十時三十分頃、風上側の戦列の艦が ヘタ回しで左に回答する様子を見捨てた。これは彼らが単獣人を作り、イギリス艦隊の風上側の戦列に沿ってこう過ごして、より小さいイギリスの戦列を強力な方火で圧倒しようとしているように思えた。午前11時、ジャービスは命令を下した。この命令により、イギリス艦隊は一つの戦列となり、二列のスペイン戦列の間を南に通過するように方向を。 定めた。午前11時12分、ジャービスは次の信号を発した。そして午前11時30分、サンビセンテミサ沖海戦は、こうして始まった。イギリスの優位は、スペイン艦隊が2つのグループに分かれていて、しかも戦いの準備ができていないのに対し、イギリス艦隊は、すでに単純陣を作っていることにあった。ジャービスは、イギリス艦隊に二つのグループの間を通るよう、 命令した。それにより、敵が撃ち込める砲火を最小限にとどめる一方で、時間帯は同時に、両弦の方を発射できるのであった。スペイン艦は、イギリス艦のさ先を横切ることができないと判断すると、右弦開きにタックを変え、北東の方向に進もうとした。午前11時30分、イギリス戦列の先頭にあったカローデンは、ついに射撃可能な位置に達し、 砲撃を開始した。後続する艦もスペイン艦が射程内に入り次第、砲撃を始めた。カローデンは、両舷の全訪門で砲撃を行った。トラウブリッジ艦長は、秒針のように正確に、そして、公安司令官の検閲のように粛々と砲撃したと述べている。カローデンは、スペイン戦列の最後尾の艦をかわすと、それがカディスに逃げ込まないように、直ちに植え、 手回しを行って、スペイン艦の完備に回り込んだ。トラウブリッジは、機関の信号がその動きを命じる前に、それを予測して、実行した。カローデンは、上、手回しを行い、スペイン戦列を追って反転した。ブレニムと、プリンスジョージもそれに続いた。最後の艦が、スペイン艦隊の戦列とすれ違った時点で、イギリス艦隊の戦列は、カローデンを先頭にした。 有事型を成しており、逆方向に進むスペイン艦隊を交尾から追跡する形になっていた。この時、スペインの風下の船隊は、風上の自軍に合流すべく必死の努力をしていた。もし彼らがその目的を達成していたなら、この戦いは決定的な結果を得ずに終わり、スペイン艦隊はカディスに駆け込むことができただろう。そしてイギリス艦隊は1588年の 無敵艦隊の時のように背後を脅かされたままでいなければならなかっただろう。午後1時5分、ジャービスは信号を掲げた。ネルソンはその時彼自身の船隊の機関、キャプテンに戻っており、イギリス戦列の後方、15席中13番目にいた。それは、スペイン艦隊の風上の大きな型の船隊に最も近い位置だった。彼は、自軍の艦隊運動が結果的に、 スペイン艦隊を捕捉できない結果に終わるという結論に達した。スペイン艦隊の動きを阻止できなかった場合には、成果のすべてが失われてしまう。ネルソンは、ジャービスの信号を拡大解釈し、かつ、戦闘序列を無視して、機関、キャプテンのミラー艦長に、下手回しをして、スペインの風下戦隊と交戦していた戦列から、離脱するよう命じた。キャプテンは、 直ちに回答し、後続艦、ダイアデムと、トノ艦、エクセレントの間をすり抜け、スペインの風上戦隊の中央グループに、突っかけていった。このグループには、当時最大の130門の方を備えた四層看板の、巨艦、サンティシマトリニダーがおり、他にも112門艦、サンホセ、同じく、サルバドールデルムンド、84門艦、サンニコラス、74門艦。 三石泥、百十二門間メヒカーノがいた。ネルソンの下手回しの決定は、重大な意味を持つものだった。下級指揮官として、彼は、司令長官、ジャービス提督の命令に従う義務があった。しかし彼は、ビクトリーの前後に戦列を作るという命令に背き、かつ別の信号に対して勝手な拡大解釈を、行っていた。もしその行動が失敗したならば、彼は、 敵前での命令違反の都がにより軍法会議にかけられ指揮権の剥奪や不名誉な処罰の対象となったはずである。午後1時30分頃、カローデンはスペイン艦隊の交尾に徐々に追いつきつつあったが、十分な接近戦を行える状況には達していなかった。ジャービスは最高尾のエクセレントに信号を送り、左舷開きにして風上に向かうように命じた。 エクセレントのカスバート・コリングウッド艦長は回答し、カローデンの前方に艦を進めた。数分後、ブレニムとプリンス・ジョージも追いつき、イギリス艦隊は一挙にスペイン艦隊に襲いかかった。キャプテンはその時6隻のスペイン艦から攻撃を受けていた。そのうち3隻は112門の3層艦であり、さらに130門4層艦艦の機関、サンティシマトリニダーも、 その一席だった。午後2時ごろ、カローデンは敵巨艦軍から猛攻撃を受けているキャプテンを援護すべく前方に進出し、その敵の減速砲火を引き受けた。その一時の猶予を捉えて、キャプテンは弾薬の砲側への補充と動作の補修を行った。信号を受けて、風上に回答したエクセレントは2時35分に戦闘不能に陥っていた。 スペインの三層艦板船、サルバドールデルムンドに並び、数分間その風上側から攻撃した。そして後続するスペイン艦、サンイシ石泥の横に並んだ。サンイシ石泥は、すでに、トップマストが三本とも打ち倒された状態だったが、コリンウッドは2時50分まで近接戦を行った。サンイシ石泥は、相関不能のまま勇敢な防戦を行ったが、ついにその旗を下ろした。 その直後、エクセレントとダイアデムはサルバドールデルムンドに対し、エクセレントは風上弦の全部からダイアデムか風下弦の完備から攻撃を開始した。その時さらに、ビクトリーが完備近くを通過しようとしているのを見て、すでにほとんど戦闘力を失っていたサルバドールデルムンドは観念して旗を下ろし、降伏した。午後三時頃の時点でエクセレントは、 キャプテンを攻撃していたサンニコラスに取り付いて、そのフォアトップマストを打ち倒していた。エクセレントはサンニコラスに原則砲火を浴びせ、搬送をすっかり取り払った。サンニコラスがエクセレントから退避しようと風上に切り、登ったため、その時点ですでに水マストを打ち倒されるなど甚大な被害を受けていたサンホセに衝突してしまった。キャプテンはそれまでにダリンを打ち壊され、 ほとんど制御不能となっていたが、さらにこの時、フォアトップマストが倒れ、完全に船体を離れて、横に落下した。もはや、スペイン艦に乗り込み攻撃をかける以外に何もできない状態だった。キャプテンはそのかざしも、左弦の方を発射し、火事をその方向に切ると、左弦のツリーカリカで、サンニコラスの右弦艦尾を引っ掛けた。ネルソンは、海兵隊員と水兵からなる、 切り込み隊を率いてサンニコラスの完備から乗り込んだ。ネルソンらはサンニコラスを制圧するとキャプテンのミラー艦長に追加の兵を乗り込ませるよう命じ、自らは切り込みたいとともにサンニコラスを横切って衝突しているサンホセに乗り込んでいった。彼らが秒作の穴からサンホセに乗艦すると完備艦班にいたスペイン士官は剣を差し出して降伏した。 2隻のスペイン艦は両方とも捕獲された。1隻の敵艦をもう1隻の敵艦への経路に、利用するという、この意表をつく戦法は、海軍内で、大いに評判となり、冗談交じりで、ネルソン特許の敵艦乗り込み橋、ネルソン・エスパテントブリッジ4ボーディングエネミー・ベッセルズと、呼ばれた。サ3機島トリニダーが降伏のために旗を下ろそうとした、ところへ。 前日に司令官によって発出されたため、戦闘中はコルドバのグループから切り離されていたインハンテ・ペラヨとサンパブロがイギリス艦ダイアデムとエクセレントの間に割って入ってきた。ペラヨの変えたノバルデス艦長はサンティシマに敵艦とみなして奏射すると脅迫することによってサイドスペインの旗を上げさせた。それによりサンティシマは捕獲を免れた。 4時までには、スペインの機関、サンティシマトリネダーは2隻に護衛されて戦場から離脱した。モレノ帝クの船体は、コルドバ船体の生き残りをまとめて、打ち破られたスペイン艦を救出しつつあった。ジャービスは捕獲した艦と行動不能の艦を援護するよう艦隊に信号した。そして4時15分、フリゲートに捕獲艦を栄光するよう命令が出された。4時39分、艦隊は、 ビクトリーを先頭に獣人を作るよう命令された。戦いはすでにほとんど収束し、ブリタニア及びオライオンと守られつつ離脱してゆくサンティシマトリニーの間で小競り合いがある程度となっていた。安全が確認されるまでネルソンは捕獲したスペイン艦にとどまり、すれ違うイギリス艦からの喝采を受けた。彼はミラー艦長に感謝するためにキャプテンに戻り、 サンニコラスの艦長の体験をミラーに授与した。午後5時、ネルソンは高校不能となったキャプテンからイリギスタブルに正気を移した。煙で汚れ、避けた軍服のままでネルソンはビクトリーに赴き、その完備甲板でジャービス提督に迎えられた。提督はネルソンを抱きしめ、感謝してもしきれないと言って叩えた。それはイギリス海軍の偉大な 喜ばしい勝利であった。15隻のイギリス艦が27隻の、しかもはるかに多くの方を備え、兵員を要したスペイン艦隊を破ったのである。ジャービス提督は高い規律を持った戦力を鍛え上げており、それがパニックに襲われた群衆といくらも変わらなかった、コルドバのスペイン艦隊に立ち向かったのだった。コルドバの船の600内し900名の乗組員の、 うち訓練された水兵はわずか六十名から八十名程度であり、残りは陸兵や未熟な陸上生活者であった。スペイン兵は勇敢に戦ったが統率を変えていた。捕獲後のサンホセではその方の一部に方向に木栓がされたままのものが見つかった。スペイン艦隊における混乱はそれほど大きく、双方のダメージの差といった要因がなくとも彼らの方は 十分に使える状態ではなかったのである。イギリスにとって、この戦いの大きな成果は、スペイン艦隊が、その後2年の魔法に留まることを余儀なくされ、フランスのイギリス侵略を不可能にしたことである。イギリスの勝利がわずか15隻の戦列艦によって、成し遂げられたのは、スペイン海軍の連度の低さも去りながら、彼らが、コレドバの実機卒する6隻の集団に攻撃を、集中し、 決して1対1で戦わなかったことによる。そして特筆すべきは、その乱戦の冒頭において、ネルソンのキャプテンが、ジャービスの命令から離脱し、自らの判断によりコレドバの前に立ち塞がったことで、ある。イギリスの損害は戦死者 73, 重傷 227, 軽傷100であった。スペインの損害は死傷者合わせて約1000名だった。ジャービスは、 セントビンセント伯爵として貴族に列せられた。ネルソンはバスクン爵に乗されて少々に昇進した。コルドバはスペイン海軍から除籍され、宮廷への出資も禁じられた。スペイン艦隊の実力が自らの艦隊と比べ物にならないほど劣ることを確認したジャービスはカディスでのスペイン艦隊の断固とした封鎖を実行した。サンビセンテミサキで イギリスはスペイン海軍に致命傷を与えられず、四隻の戦列艦の捕獲にとどまった。その戦火の少なさに不満を募らせた彼らは、三月にカディスへ、夏にはカナリア諸島のサンタクルスで手にリフェ捕獲のための巡航を行った。しかしネルソンは陸上の砲台によって撃退され、その目的は達成できなかった。スペインの有名な大砲、エルティグレによって、 ネルソンの右腕が失われたのはこの時である。封鎖はそれから3年近く続き、1802年のアミアンの和訳までの間、スペイン艦隊の活動を大きく制限した。スペインの脅威の封鎖と彼の艦隊の強化とによって、ジャービスは翌年、ネルソン指揮下の船隊を再び地中海に送ることができた。ソマレズのオライオン、トラウブリッジのカローデン、それに、 ゴライアスを含むその戦隊は、ホーリー帝督のもとに再編された地中海艦隊に加わり、ナイルの海戦で大きな戦果を上げることになる。司令官は、ジョン・ジャービス帝督、機関、ビクトリー座上。以下の順序は戦列に従う。死は、戦死者、傷は、重傷者。この他に、軽傷者が約100名いる。重傷者の多くは戦闘の後で死亡した。 司令官は、ホセレコルドバ提督、機関、サンキシマトリニダー座上。スペイン艦隊には明確な序列がない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。